はいまずスタートですねスタートはまずは8番ですね、山田秀明選手が前を取りに行きました、山田選手が取りますと、清水選手が前ですね、2>, うん、2番、8番、清水大翔選手に山田秀明選手、前段ですね、そしてこの長いラインですね、1番の稲川選手が取ってますので、1番、9番、4番、6番。 稲川翔選手に南秀司選手、東口義友選手に村上博之選手、この4者が近畿勢が前から2番目のラインとなります、そして新田選手がその後ろに、ねえー、つけてますよね、えー、新田選手も短期で走ります、そして、えー、最高峰には5番、7番、深谷選手に増谷秀幸選手、ここは南関東勢ですよね。 解説の中でも言ったんですけど、はい、これ稲川選手が1番で中断取ったら、はい、私は先行意欲が高いなって戻してみてもらったらいいと思うんですけど、はい、そうだと思ったんですねで、はい、前を取ったらこさばき中心だなと思ったんですがこれ前中断取ったので、はい、これもしかしたら先行含みなのかなっていう気はしましたけど、ね、うこうなってくると,あとは深谷選手が抑えてくるのを、ねはいえー、まずだけなので、まあ、周回がこのまま。 続くわけなんですけども、稲、うん、川選手は昨日は寺,、えー、寺,寺崎選手の先行を差し切ってますからね、うん、まあ調子はいいと思いますし、まあ、南選手も昨日は脇本選手のまくりをマークして、不発のところを切り替えていって、11秒フラットで突っ込んでるんですよね、うん、なので、やはりこの近畿勢、えー、東口選手も昨日は直線、中割ってね、うんえー、いいレースしてましたので、近畿勢、 えー、結構ね、いいレースしている選手が揃ってましたよね、うん、そして新田雄大選手、えー、昨日は犬伏選手の先行、8番手から11秒3でまくってますから、トップスピードが違いますよね。今日もねあの、タイミングよくね、すごい勢いでしたよね。 はい、残り2周の半で深谷選手が1回抑えました稲川選手がそこにつけていったんですけども清水選手も1回、ね、こう3番手許さないよということでいたんですけども稲、はい、川選手がそれを見て先行体制に入りましたね、はい、そしてここ、稲、えー、川選手を体を当てながら深谷選手がなんとか先行体制は、ねはい、守ったんですけども、えー、南選手がここは稲、はい、川選手も入れられないなということで、はい、切り替えましたよね。 あそこ清水選手が取り切っていたら、はい、ちょっと、えー、南選手に入られてしまったんですけれども、ね、ここ清水選手が取り切ったら清水選手いいレースできてたしチャック絡んでましたね、1着、2着きてたと思うんですけどね、はい、そして、えー、南選手が、ね、ここにいった選手をかわしていって、うんえー、そしてそれをさらにかわした東口選手、まあ、縦足もあるキレ、うん、てる選手ですからね、うんえー、いい伸びでした。4番9番2番、うん 東口選手、南選手、清水選手でゴール決着です、第12レースでした、うん、あそこポイントだった気がするな、うん、清水選手入られてたのそうですよね、そしたら南選手、外なので、はい、南選手の位置を清水選手が回って,るな待ってましたので、ねはい、ちょっと離れてましたもんね、はい、先まくり打てましたよね、はいうん、あそこのレースもポイント、あと稲川選手が先行意欲があったというところ、うん、そうで,した、ね、ですね。うんはい